こんばんばはスピリチュアル研究家の楓です。まずどのような理由から夜中に何度も目が覚めてしまうのでしょうか自分では認識していないだけで実はツインレイや高次元の存在たちからのサインの可能性があるのです。そうしたことも踏まえて目が覚めてしまう理由をスピリチュアルの観点から。 解説しますどのような理由から目が覚めてしまうのでしょうかツインレイとの出会い夜中にふと目が覚めてしまうのは魂を分けた運命の相手ツインレイとの出会いが近づいていることを教えてくれている可能性がありますスピリチュアルの世界では眠っている時間を魂の時間と言われているため 睡眠時には潜在意識の中に魂が戻ってエネルギーを充電します魂がエネルギーであふれるようになると自分自身の生まれた意味にも気づくことができ使命を果たせるようにメッセージを送ってきてくれているのかもしれませんまた夜中に目が覚めてしまうのは魂のエネルギーが増して満たされているサイン ツインレイと出会う前から魂の覚醒が始まっているため、魂のエネルギーが活発になるとスピリチュアルに目覚め、生まれてきた意味の他に、使命や才能にも気づくことができてしまうのです。高次元の存在たちからのメッセージ夜中に目が覚めてしまうのは、高次元の存在たちからメッセージを。 受け取っている可能性があります高次元の存在は視覚的に確認できる存在ではありませんがこれから進むべき未来を導いてくれる存在そのため存在を感じることができなくても常に見守ってくれており必要な時にはサポートをしてくれているのですそんな高次元の存在たちは 私たちの人生に大きく影響を与えるような出来事が起きる前兆としてメッセージやサインを届けてくれています体調の変化人間関係の変化エンジェルナンバーシンクロニシティ京都規制。このようなサインと同様に夜中に目が覚めてしまうこともサインの一つ一度ではなく何度も。 夜中に目が覚めてしまうのは高次元の存在たちからのメッセージきちんとメッセージを受け取り物事の変化の時期に対応できるように備えておきましょう運気の流れが変化していくサインあなたの運気の流れがこれから変化することを教えてくれています運気が好転するときはプラスのエネルギーが満ちあふれている 状態でありあらゆることに対して活動的になったり心身ともに元気になっているのですそんなプラスのエネルギーは眠っている時であっても力を発揮しているため寝ていてもリラックスはできずに常に興奮状態そのため夜中に何度も目が覚めるということが起きてしまうのです突然 運気が上昇してエネルギーで満ちあふれると自分で体をコントロールするのはとても難しいもの故に運気が安定するまでは眠っている最中も興奮状態が続き頻繁に目が覚めてしまうことが起きるのですツインレイとの再会や統合の兆しツインレイとの 再会や統合が近づいていててるととサインとして夜中に目がが覚めるとということがあります夜中は人の第六感が冴える時間帯と言われているためスピリチュアルな覚醒を促したり高次元の存在たちとつながりやすくなっているのですツインレイとの再会や覚醒統合などが近づくと瞬時に察知し 高次元の存在たちとつながることで常に興奮状態となってしまっているのでしょうまたツインレイ同士はテレパシー能力を使うことができるため眠っている最中であってもメッセージの送受信ができてしまいますしかし相手からの強い思いが影響して夜中に目が覚めてしまうのかもしれません夜中に。 何度も目が覚めると言っても目覚める時間帯によってそれぞれ違った意味として受け取ることができてしまうのです2時に目が覚める2時に目が覚めてしまう意味は人間関係の悪化を示唆しています2という数字には人とのつながりという意味があり夜中の2時に目を覚ますことで家族や恋人との関係が 悪いいものになっっててしまってはいまはせんか人間関係が悪化したことで自分らしさまでも見失っており冷静な判断ができずに本当に大切にしなければならないことを忘れてしまっていることを教えてくれているのですまた人間関係の運気が低下したことでマイナスなエネルギーが溜まっておりエネルギーを浄化しなければ 悪い状態が続いてしまうことも教えてくれています。あまりにも状況が悪い場合は少し距離を置くなどをして周囲との関係性を見直すことをしましょう。3時に目が覚める3時に目が覚めてしまうことは夢を実現するための新たなステップを意味しています。3という数字は 宇宙のあらゆる三味一体などを意味することからとても縁起の良い数字とされているのです。そのため現在あなたが実現させたい夢を抱いているのであればその夢に向かって一歩を踏み出すタイミングであることを教えてくれています。人は大人になると現実的になってしまうことから夢を抱いても叶うわけがない。 絶対に無理だなど何かと理由をつけて諦めてしまいがちしかし夜中の3時に目が覚めたことで無意識の中で本当になりたい自分が確立されているのかもしれません夢をネガティブに捉えてしまわずに勇気を出して一歩を踏み出すことが大切です夜中に目が覚めるということは 夢を見ているるる最中に目が覚めることもあるはずです夢はスピリチュアルにとても深く関係していることから夢を通じてあなたにメッセージを伝えてくれています夜中に目を覚ました時に夢の内容を覚えているのであればメモを取るようにしておきましょうメモに残しておくと時間が経っても 夢を思い出すことができ、どのように行動すればいいのかということも、メモを見るだけでわかるようになります。夜中に目が覚めてしまうことは、ツインレイとの出会いや関係の変化であったり、いつもあなたのそばで見守ってくれている高次元の存在たちから、サポートを受けられていることを教えてくれているのです。しかし。か 何度も夜中に目覚めてしまうと疲れが取れずに心身ともに大きなストレスを感じてしまうものあまりにも続いてしまうのであれば我慢せずに受診することも考えましょう以上いかがでしたでしょうか皆様のご意見ご感想どしどしお待ちしてますねチャンネル登録もよろしくお願いいたします